助金のお話をですね、いくつかちょっとしていきたいと思います。その前にですね、はい。補助金って一口でよく言うんですけど、じゃあ補助金とあと似た言葉に助成金って言葉があるんですけど、その辺の違いをですね、認識しておいた方がいいかなと思います。で、補助金と助成金っていうのは、いずれも申請審査が必要ですが、助成金が要件を満たすと、ほぼ支給されるのに対して、補助金っていうのは、今年度はいくらとかですね、決まって予算枠を取るケースがほとんどですので、予算枠の都合などから採用されないこともあります。例えば、先着順であったりとか、やはり審査の内容によって、やっぱりこっちの人の方がふさわしいねって言った場合に、支給されるっていう意味で、そういった意味で、意外と単純に補助金って言ってしまったときには、ハードルが高いっていうふうに、言えますと。で、補助金っていうのはですね、事業や、資産の取得に関して、支給されるものが多いですと。例えば、最近ですと、やっぱり、IT 系の設備投資をするので、補助金が欲しいですとかですね。そういうケースに支給されますと。で、事業支出や資産取得は、まずですね、自己資金で行って、その後の費用補填、資金の補填って形で支給される後払いがほとんどですので、資金繰りに注意が必要です。補助金はもらえる、審査してもらえるって確定したとしても、実際にまずその該当する資産を、まず自己資金で買わなきゃいけないですね。銀行から借りてくるなりして。それに対して今度補助金が出ると。その補助金が出ることによって借りたお金を返すみたいな。後払い支給になるので、いきなりこういう審査が通ったからといってお金がもらえないと。で、補助金によっては事後に定期的な報告や、当局による検査等があるものもあるっていうのが補助金の面倒くさいところっていうふうに言えると思います。補助金が本当に目的通りの本当に審査を通った資産とかですね、事業に対して本当に使われているのかどうかということが、検査されたりすることがあります。それとですね、あと助成金については、必ずしも後払いという制約がなくてですね、審査が通ると、じゃあ先にお金がもらえるとか。というケースもありますので、補助金か助成金かといったところで、そういう意味合いも違ってきます。で、あと今日ちょっとここに書けなかったら書くの忘れちゃったんですけど、給付金っていうのもありますよね。給付金。最近出すと持続化給付金って結構皆さんもらったかと思うんですけども、給付金はその字の通りでして、お金をもらっておしまいなんですね。ですんで、例えば、この今言ってる補助金とか助成金っていうのは、満額っていうのはあんまないんですね、出るの。やっぱり資産の、買った資産の半分だけとか、3分の2までとか制約ついたりするんですけども、で、何か事業でこういうことを新しくやろうったものに対して、補助なり助成されるのは補助金や助成金なんですけども、持続化給付金みたいなものは、要件を満たすとみんながお金を、もらえると。いう意味で言うと、給付金っていうのが一番もらい得っていう言い方ができます。ですから、なんかこう、支援してもらえるものがないかなって言った時には、給付金っていう名のつくものが一番、手っ取り早いというか、手間がかからないでもらえるってことになりますと。はい。そのぐらいの違いは覚えておいていただければと思います。はい。で、まずですね、今日はですね、まず中小企業庁の補助金助成金。あと後半ちょっと東京都のものを説明したいと思うんですけども、中小企業庁が、経済産業省ですね、中小企業庁ですね、補助金助成金で、中小企業庁のホームページ見ていただけると、この10月5日時点で324件の登録があるんですね。今、こんな補助金、こんな助成金の申請受け付けてます、募集を受け付けてますってのがあるんですね。で、この中から自分の、状況や要件に合った補助金、助成金を探すことになりますよ。これ全部を空で、理解してる人はまずいないと思うんですけども、こういうことをしたいんだけども、こういうものを買いたいんだけども、何か助成してもらえ、補助してもらえないかなっていうのを、この中からまず探すっていう、作業が、この補助金や助成金ないかなっていうのがあるんですけども、
この中小企業のホームページで、今これが売り出し中ですじゃないですけど、代表的なものとして3つほど、紹介されています。でそれちょっとですね紹介したいと思うんですけども、一つは持続化補助金ですね。先般と持続化給付金とは違います。でどんなものかっていうと、小規模事業者等が、経営計画を作成して取り組む、ポストコロナを踏まえた新たなビジネスやサービス、生産プロセスの導入等の取り組み、およびその取り組みに資する感染防止対策への投資を支援ということで、ね、ですから今そこに書いてあるようなことに対する投資をする場合に、補助しますよと。で常時、使用する従業員、ですね、が20人、そこで商業サービス業の場合は5人以下の個人、もしくは事業個人事業主の人が対象になります。で用途はそのまさに投資ですから、その対象物ですね、なんか何がしかの資産、何がしかのシステムみたいなものを導入するたときに、対象になりますよということになります。でこの補助金は、上限が100万なんですけども、補助率は4分の3がマックス 75% ですから、100万円のものを買ったら75万円までしか出ませんけども、4分の3出るっていう意味ではこの補助金の補助率は高いものだと思います。はい、IT 導入補助金っていうのもですね、これも紹介されてて、でこれはですね、その IT を導入して、事故の会社の業務の上の効率化とかですね、さっきあったその非接触型にのビジネスサービスに切り替えるみたいな時にですね、最大で、費用の2分の1ま で金額にして450万円まで補助しますよと。でここについてはさまざまな業種組織、そこについての制約はありませんよと。で自社の課題にあった IT ツールが導入できるということなんですけれども、IT 導入支援事業者が申請手続きをサポートします。でこれどういうふうに自分で導入していいかわからないということで、まずその IT 導入支援事業者ってものを、選定する、もしくは、紹介してください、入れてくださいということなんですね。でそこに書いてあります通り、その支援機関というところに、相談すると。で次に導入したい IT ツールや支援事業者を決定して、その支援事業者の支援のもとホームページから申請してくださいと。で審査を経て、採択されれば、その IT ツールを導入活用して、補助が支給されるということになります。で例えばどういうのがそういう対象な、IT 支援になるのって言ったときなんですけども、一つ目は例えば、いくつか書いてあるんですけども、定期的なルーチンワーク、例えば僕たちみたいな仕事は、定期的なルーチンワークの塊なんですけども、そういうものに対して RP ですね、ロボティックプロセスオートメーションっていうですね、要はロボットって言いますけども、実際のイメージするには、Excel のマクロだとか、そういうものをイメージした方が分かりやすいと思うんですけども、要は手作業でやってた作業を自動化するツールを導入するような場合ですね。それと社内情報の共有、例えばグループウェアの導入ですね。あとは経理系の手作業の解決。これも同じですね。定型処理作業を RP 等の自動化ツールで、自動化してしまうと。あと顧客アプローチへの対応ができてないみたいな会社さんですと、スケジュール、文章管理、ワークフローなど、さまざまな機能が付随する、グループウェアの導入と。ここいろいろ書いてますけど、結局 RPA を導入する、ないしはグループウェアを導入するような場合に、それが一定の成果が見込まれる場合には、補助金出しますよっていうのが、この補助金の、IT 導入補助金の概要になりますと。はい。で、ものづくり補助金。で、ものづくり補助金についてはですね、ですね。ちょっと待ってくださいね。これ出てますか？新しい方。でですね、ものづくり補助金につきましては、
一言でものづくりって言ってもですね、いろんなものづくりがあるので、例えば、まあ、単純にちょっと説明できなくてですね、これも中小企業のホームページに、まあ、13ページほどあるんですけども、まあ、大体どういうことをやるともらえるのっていうのがですね、ここに書いてあるんですけども、まあ、その経営革新の類型ってところ、ちょっと4つほどあるんですけども、まあ、新商品の開発、でまあ、新たな生産方式の導入で、まあ、新駅務サービスの開発、新たな提供方式の導入、でまあ、そこの、小さく例っていうのが書いてあると思うんですけども、大体こんなことをやる場合に、まあ、実際過去に採択された例だと思うんですけども、こういうものを新しく開発、経営革新として、実現しようとした場合には、補助金出しますよっていうふうになってます。でそこに、補助金ですけど1000万円または3000万円ってね、オアなのでか1000万円から3000万円じゃないんですけども、そこに米印が書いてあります。まあ、一般型とグローバル展開型っていうのがありまして、まあ、あんまりこのワールドワイドで、まあ、一般的に中小企業さんですとあんまないと思うので一般型になると思うんですけども、まあ、上限が1000万円で、海外の、にも市場展開や商品展開する場合は3000万円まで出ますよと。でこれはですね、補助率は2分の1なんですね。ですから、1000万円の補助金をもらうためには、まあ、実際の、投資額は2000万円かかるという意味で、結構大きな投資になってくるというふうになりますと。で、小規模事業者は3分の2まで出しますよと。低感染リスク型ビジネス、まあ、小規模事業者は3分の2と。まあ、なかなか小規模事業者にそれだけ大きな投資をするというのは非常に大変ですし、まあ、それを条件にしてしまうと、小規模事業者でこれを採択できる会社はなくなってしまうので、まあ、小規模事業者については3分の2まで出しましょうというふうになります。はい。はい、で、こっちに戻りまして。で、あともう一つですね。東京都の補助金っていうのもあるんですけども、実はこれもちょっと東京都のホームページ、東京都の中小企業振興公社みたいなのがあるんですけども、そこを見てもらうと、ここもですね、何十って100ぐらいあるのか、もっとあるのかな、わかんないぐらいこう、いろんなこう補助金の募集とかですね、があるんですね。でその中から何がこう自分たちに自分の今の会社、自分の事業の状況に合ってるものなのかなというのは探すのは非常に大変だと思うんですけども、まあ、その中でですね、まあ、これならば、まあ、使うか募集するケースがあるのかな、まあ、しやすいのかなっていうのをですね、ちょっといくつかご紹介したいと思います。で、一つはですね、そこにまず一つ目。新しい日常対応型サービス創出支援事業っていうのに対する補助金っていうのがあってですね。まあこれは何かっていうと先ほどと、のと似てるんですけども、デジタル化、まあ自動化を推進と。これも先ほどにお話しした通り、今までまあ手作業や手でやってたものを自動化する、デジタル化するとかですね、そういった場合にですね、一定の審査を通れば、補助金出しますよ。で、これは最高750万円まで出します。ただ、これは助成率は、申請金額の2分の1までなんですね。ですから、例えば750万円助成してもらおうと思ったら、自分での投資はやっぱり1500万円必要になってくるというふうになりますと。でもう一つですね、その中でデジタル技術活用助成金っていうのがありまして、デジタル技術の導入活用に必要な費用の一部を助成というんですけども、これも、今のデジタル化自動化と何が違うのって言うとね、まあ、こちら技術の導入活用なんですね。その辺の違いをですね、ちょっと実際に審査に出してみないとどう違うのかって何とも言えないところではあるんですけども、こちらは最高300万円。で、助成率は、その2分の1から3分の2って範囲になってるんですけども、それは申請する会社さんの規模ですとかによって差が出てくると。
当然中小企業さんの場合は3分の2と高くなるっていうふうに、なりますと。それからですね、ちょっと面白いっていうか変わった名称のものがあって、令和2年度東京一押し応援事業っていうのもありまして、これは東京都内の地域資源を活用した新製品新サービスの開発改良事業と。要するにちょっとアンダーライン引いておりますけども、新製品新サービスを開発改良するって言いながらもそのための材料とかですがですね、必要なものをですね、東京と地場のものを使ってくださいよと。で、そういった場合には最高層に1,500万円、これも、助成率2分の1以内っていう言葉がついているので、以内なので、4分の1しか出ないとかっていう場合もありえますけども、新製品、新サービスを開発するにあたって、東京都のもの、なんか事例で言うと、なんかやっぱりですね、東京の、例えば浅草のなんか古くからあるなんとかさんのものを使ってこういうものを作りますとかですね、そんなケースが紹介されてます。はい。で、以上ちょっと面白い、ちょっと変わったものだけ紹介したんですが、実際はこの他に本当にたくさんの助成金事業がありますが、まあ、要件、審査内容がまちまちなので、適用できるものを探してみましょう。で、大体補助金助成金は最初に申し上げた通り、まあその審査が必要なんですけども、ものによってはさっきの IT 導入支援補助金みたいに、その支援事業者とかですね、そういうその支援してくれるサポーターというか業者というかね、そういうものをつけなければいけない、もしくはそういう人たちの支援を前提に、審査を受け付けるっていうものもあるので、単純に何かこう紙にピュッピュッピュッってやってできるってわけでもないものも結構あるので、非常に要件が補助金によってかなりまちまちだということで、その辺はすごく注意が必要だと思います。で、いろんなちょっと僕の方でもいろいろ見てみたんですけども、助成率とか補助率は大体2分の1から3分の2。先ほど冒頭に話した給付金っていうのは申請すればそれは満額もらえるって言うんですけども、補助金とか助成金で大体このぐらいなんですね。ですから当然足りない分は自分で資金を用意しなきゃいけないっていうことで、まあ、それなりの資金負担が出てしまうと。で、基本的にはですね、現状今のままで何かくれますかっていうものは残念ですが、あまりないんですね。何かその新しいことに取り組む場合に助成されるものはほとんどなので、やっぱり新しいことにをやる、新しいものにチャレンジするっていうことを支援するっていうのは目的のほとんどですので、何かやり、こういうことを今までと違ってやろうっていう、何か新しいものをここに作ってみようっていう、企業や個人事業主を支援するっていうものになりますので、何かやってみようって言った時に、自分がやろうとしていることがどういう補助金や助成金の対象になるのかなっていうのを、検討してみる、探してみるっていうのが一番こういったものを活用できるんじゃないかなと思います。はい、だいたい時間通りだと思いますので、この辺で今日は説明を終わりにしたいと思います。はい、ありがとうございました。はい、山本先生ありがとうございました。ご質問ある方いらっしゃらないでしょうか。ぜひ、あ、井村さんどうぞ。あ、井村さんいいですかね。ものづくりの方なんですけど、はい、私、清掃業をやってるんですね。排水管の清掃とか。で、まあ、本当に体を動かす仕事ってもう、アッパーの金額ってどうしても決まっちゃうんで、これに伴って、例えば、パイプマンみたいなああいう商品を OEM で、ちょっと来年から少しやっていこうかなと、商品をこう販売する方にこう入っていこうかなと思うんですけど、そういうのに対しても、こう、ものづくり補助金っていうのは対応できるもの。新しいものをこう何か開発して売るっていうんだと余地があるんですけども、既存でこうある商品を、まあ、今まで販路に載せるっていうことになってくると、自社ブランドを作って載せるという形だったらどうなんでしょう。自分とこんなの、そこに何かこう機能的な新しさとかが今までにないような機能があるとか、はいはい、だったらってことですね。まあ、そこを支援してもらえる可能性があるんですけども、うんうんうん、既存の商品を、まあ、うちも一生懸命売っていこうってなると、
そこに対しての補助金というのは正直得にくいのかなと思いますね。すみません、もう一つだけ、会社が結構アナログで、みんなあの携帯電話も会社でも出してるのは、スマホじゃなくて普通の電話なんですけど、で、ホワイトボードにこう月の予定がどん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 こう12ヶ月分もう貼ってあるんですよ、聞く。はい。それを、まあ本当に手で書いてあれしてるんで、みんなやっぱり会社のメンバースマホに変えて、共有できるその予定表なんかのシステムを入れていこうかなというふうに考えてるんですけども、はいはい、その辺はどうなんでしょうか、ね、この IT ロードの。それのお話だったら、その、まあ、皆さんがスマホを持って、で、そこに例えばなんかグループウェアみたいなのも入れてしまって、で、そこでまあスマホで入れたら、はい、こっち側で、例えば本社の方とかでもう一元で誰が、うん、はい、今後どういう予定で動いてる、今日は今どこに行ってるとか、はい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 、そういうのが分かるようにするシステムを導入したいっていうことであれば、先ほど申し上げた IT 導入の補助金とかは、まあ、申請すれば出るかもしれない。うん、分かりました。そこは検討する余地はあるんだと思います。はい、分かりました。ありがとうございます。ありがとうございます。では、小熊さん、はい、ゲート解除でお願いします。はい、ありがとうございました。なんかすごくシンプルだけど、助成金と補助金と給付金って確かに区別自分よく分かってなかったなと思ってすごい勉強になりました。ありがとうございました。そんな中で、この仕事してると、小熊さん大変なんじゃない、こんなのあるわよって、こういろいろ教えてくれて、こう情報くれるお客さんがいるんですね。はい、やってるお得よなんて言って、大体それを経理とか事務に回すと、大体前年比売上の例えば何パー落ちとか半分以下とか、すごい落ちてないと使えないみたいなのが多くて、うん、で、そこまでは落ちてないんですけど、ちょうどでも4割とか、でも結構な痛手だよねって言うと使えるものが少なくて、で、うちで言うと4店舗ぐらいで従業員が50人ぐらいなんですよ。だからなんかこう、家賃補助金とかなんかそういう補助金か何かちょっとわかんないけど、微妙なものはあるけど結構焼け石に水みたいなので結局あんまり使えないなみたいなのが結構あって、どれもあんまり使えないイメージなんですよ、うん、なのでうちみたいな規模のところがあだったらこれが結構いいんじゃないみたいなのは何かありますかね。あ、正直ですね、そのそうおっしゃる通り、だいたい前年比どれぐらい落ちてるとか、それが何ヶ月間の平均だと、まあ、スポットで何月何月ですけど、確かにある程度落ち込んでるからそこは気の毒だよね。で、それは給付金とかで投入してあげないとこの人たち苦しいことになっちゃうねって入れてもらえるので、おっしゃってるように、いや、そこまで言ってねえんだけど、それなりに厳しいんだよねってとこは、意外とその、実は、ないっていうか、あまり効かないんですよ。ですよね。でも、規模が大きくなってくると、そのちょっとの額が結構バカでかくて、そう、いつもヒーヒーしてるんですけど。ね、まあ、だから単純にそこのあまり規模感みたいなものとかは、あまり業種とかは、こう、そんなに考慮されてなくて、やっぱり、こんだけ落ちてんだから厳しいよねっていう、だから、それ一定を超えた人には、助けてあげるためにしましょう。でもそれ先ほど言いましたけど、補助金とか助成金って何かやろうって人に対して、じゃあ応援してあげよう的な要素があるので、今苦しんで助けてください的な現状に対するこう補填的なものっていうのは、うん、去年あったやっぱ持続化給付金だとか、まあ、おっしゃってるように家賃補助とか、そういうところのものっていうのは実際あまりないんですよね。ただやっぱりそれって正直その、補助金とか助成金で新しいことをやろうって人たちに対してお金を導入することは、それが結局その後その会社の発展だとか世の中の、まあ、発展だとか、うん、変革に貢献するだろうって期待もあるから補助する助成するんですけど、今苦しいんです助けてくださいというのは、まあ、正直お金あげて終わっちゃう話なので、うん、あんまりその出す側のインセンティブに結びつかないようなところがあってですね。そうなんですよね。だからなんかこう新しいものに挑戦するってことは持ち出しも出るわけじゃないですか、今日のお話の通り。そうなんですよ。そこがビビって結局そこも使い切れず、結局何も使えないみたいな。そうですね、さっきも言いました2分の1とか3分の2などで半分やっぱ自分で金を用意しなきゃいけないようなのかよっていうのはあるんで、だからこういう感じなんですね。自分でもそう思いますもん。これ やろうかなと思って半分てめえで出すのか、うん、その金も用意するの正直きついよなっていうのはあるので、だからこういろんなメニューはあるんですけども、なかなかそうですね、正直はいはいってこういけないっていうのはなるほど。わかりました、うん。ありがとうございます。
そう、なかなか給付金っていうのがあると、だから給付金っていうのは探すのが一番お金をもらうっていうのは得策だと思うんですけどもね。それは結構、今日は東京都と中小企業庁だけだったんですけど、まあ、お住まいの例えば、自治体、23区とか何とか市でもやってたりとかするのはあるので、そういうとこを探してみるっていうのも一つの手だと思います。ありがとうございます。